パリオリンピックトレードマーク陸上女子 100m ハードル敗者復活戦日本時間8日スタッド・ド・フランス女子 100m ハードル敗者復活戦に田中由美25富士通が登場12秒89で組2着となり準決勝進出を決めた田中はすでに準決勝進出を決めた福部真子28日本建設工業とともに9日の準決勝に臨む 上位2着までが準決勝に進出できる敗者復活戦。田中は3組目に登場し、スタート直前には笑顔を見せた。7人すべてが12秒台の自己ベストを持つ厳しい戦いが予想される中、田中はスタートから飛び出すと 50M 過ぎまでトップ争いを演じ、そのまま2着でゴールした。レース後ろ打中は 準決勝は混戦になることが分かっていたので、自分のペースを崩さないっていうことをテーマに走りましたと話した。コーチに言われた、落ち着いていけっていうのが頭ん中にガン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 回って、そのまま一生懸命ゴールしたっていう感じですと敗者復活戦を振り返った。これで福部と共に2人で準決勝に挑む。眞子さんにとりあえず追いつくことができて、 二人でファイナルに進出できることをすごく嬉しく思いますと笑顔を見せ、世界のトップレベルで走れることを本当に年に一回あるかないかだと思うので、こうやって獲得したチャンスを無駄にせず精いっぱい楽しんで走りたいと意気込んだ。田中は7日の予選を12秒90で組5着となり、敗者復活戦に回った。世界大会で自分の力を出すっていうチャレンジは一つクリアできた。ネガティブに考えすぎず、 明日の敗者復活戦も頑張りたいと話していた。五輪初出場の福部は12秒85の組4着もタイムで拾われ、準決勝進。